東方の星沈没事故は、2015年6月1日午後9時32分に、中国小北省慶州市管理県の長江水域で、発生した転覆、沈没事故である。12名が救出されるが442名が死亡となる事態となった。12月30日の調査報告書による、原因は午後9時19分にスコールラインに陥って、 午後9時26分32分にダウンバーストに押させて、船が9時31分に転覆、9時32分に沈没。中国古北省京州市の長江で6月1日午後9時30分頃、乗員乗客ら458人を乗せた大型客船東方の星が転覆、沈没した。客船は、重慶市の国有企業、重慶東方林線講士が運航しており、 チャンス湘南近市を5月28日に出発し、重慶市に向かうツアーの途中だった。事故当時、現場付近は激しい風雨に見舞われる悪天候だった。船内では旅客が就寝準備中だったとみられるが、竜巻に巻き込まれてから1、2分で長江の北岸寄りで転覆した。救難活動が本格化したが、 乗客の大半は船内に取り残されるなど行方不明となっており、警察当局は同日、救助された船長、機関長の身柄を拘束した。乗っていたのは中国国内の旅行客406人のほか、旅行会社の関係者5人、乗員47人。乗客の多くは国内旅行者が募集したツアー参加者で50歳から80歳の年代が多かったという。 なお、中華人民共和国交通運輸部の発表によれば、出身地は、上海市97人、チャンス省204人、石膏省11人、天津市43人、福建省19人、安徽省8人、山東省23人。その後5日から、船体の引き上げ活動が開始され、船内の捜索が始まった。政府はテレビで、全国中継する一方、 乗客の家族でさえ現場に近づけさせず、不満を募らせる一部の家族が抗議する場面もあった。作業はロープの固定などが難航し、5日午前7時過ぎに開始された。2台のクレーンを使って船体を回転させ、2時間ほどで上下を元に戻した。転覆時の衝撃からか、船は屋根の一部が大きく損傷していた。その後、クレーンを1台追加して、 船体を釣り上げ、夜には船内の捜索を始めた。東方の星の沈没は、1948年に最大4000人が乗っていた客船、コアが上海沖で沈没した事故以来、中国国内で最悪の船舶事故となった。6月6日午前10時30分、船内の捜索活動が全て終わり、水面の遺品の捜索に移った。 中国当局は6月7日、同日午前11時までに431人の死亡が確認されたと発表した。救出された生存者は14人のままで、行方不明者は11人になっている。当局の取り調べに対し、東方の星の船長が6日までに、左舷からの風の勢いが突然強まり、バランスを崩した。左舵を最大限切ったが、 風の力に対応できなかったと当時の状況を証言した。また機関長は、甲板をパトロールして、機関室に戻ったところ、大量の水が流れ込んで照明が消えた。この瞬間に転覆すると思ったと証言している。船長によると、事故直前は、風速3から8メートルだった。船の速度を上げることで対応しようとしていたと説明した。以下はいずれも、中文ニュースサイト。 ありがとうございます。